六周年特別交換所へようこそですよ。今日という大切な日を心に刻んでおくように。どうぞお好きなやつを選んで、どうぞ。スペシャルな交換品もあるって話です。ま、選択はくれぐれも慎重に。何か。まさか、ここまであんたとの縁を引っ張ることになるなんて、正直、思ってもいなかったですよ。 まあ、感謝してないこともないですし、改めて、六周年おめでとう、と言っておきます。どうしたんです俺の態度がいつもと違う